皆さんこんにちは、ジェイソーリグミルだ、ひろげだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こんにちは、レゴスーパーマリオパックンフラワーのバランスチャレンジです。はい、今回は1ヶ月ぶりにレゴスーパーマリオを組み立てます。はい、先ほど言った通りレゴスーパーマリオめちゃくちゃ久しぶりに組みます。今回こちらの拡張コースは砂漠がモチーフになってます。中にはクリボーとノコノコ、そしてパックンフラワーがいます。思ったんですけど、これパックンフラワーってこんなんだっけ。ええー、いや僕パックンフラワーといえば土管の中に入ってるイメージがあるんですけど、今回こんな感じのパックンフラワーなんだ。前回バッタン作った時甲羅だけだったんで、やっと中身も手に入りました。はい、箱の後ろはこのようになってます。はい、では開けます。はい、中にはパーツが入った袋が3つと 2×16 のプレートパーツが2枚、説明書が1冊です。レゴスーパーマリオの組み立て説明書はアプリに入ってます。では袋からパーツを出します。完成！パックンフラワーのバランスチャレンジです。うおー、これ今まで作った拡張コースの中で結構でかいです。で、さらに実は事件起きちゃいました。実はこのパックンフラワーのパーツなんですけど、はい、こちらこのような状態のパーツが入ってました。今まで開けてきたレゴの中で不良品全然出なかったんですけど、ついに不良品出ちゃいました。見た目には支障出ちゃうんですけど、組み立てに関しては支障はないので、このままレビューしたいと思います。まずはキャラクターとブロックについて説明します。まずはこちらのクリボーです。で、さらにこのクリボーなんですけど、左の眉毛にちょっと傷が入ってるんですよね。遊ぶにも問題なので、大丈夫でしょう。ちなみにこちらのクリボーの表情は、スターターセットに入ってくるクリボーと全く違います。スターターセットに入ってるのが怒っていて、こちらのセットについてくるクリボーは普通のクリボーです。上のカラーコードは一緒なのかな？後で音声を鳴らします。そして次はこちらのノコノコです。もうやっと中身来ました。前にバッターのコース作った時は甲羅だけだったんですけど、やっと中身が手に入りました。はい、全体はこのようになってます。で、同じ画面。
メのクッパジュニアと並べるとこんな感じです。幅と高さはクッパジュニアの方が大きいです。横幅に関してはノコノコの鼻と口の部分が大きいです。背面はこのようになってます。はい、こちらがタイムブロックです。ちなみにこのタイムブロックは時間を30秒延長するブロックになってます。今まで1分しか遊べれなかったんですけど、これがあることによって30秒延長されます。これはすごいな。じゃあ次はこちらのパックンフラワーのシーソーを見ましょう。全体はこのようになってます。このパックンフラワーのシーソー横幅がめちゃくちゃ長いです。ではこちらのパックンフラワーをちょっと詳しく見ましょう。はい、パックンフラワーはこのようになってます。まあ、強いて言うのであれば白い斑点をもうちょっとつけて欲しかったなって思います。実際のパックンフラワーって白い丸い斑点があるので、まあそれを考えると、まあ一応よくできてるものの、ちょっと原作に物足りないかなって感じがします。でこのパックンフラワーは口が動きます。パックンフラワーの歯に当たるこの白いパーツめちゃくちゃいいな。そしてこの首が動きます。そしてこのシーソーはこのように動かせます。このシーソーのレールは前に作ったレゴクリエイターローラーコースターのレールなので、めちゃくちゃ滑らかに動きます。はい、トロッコはこのようになってます。下側はこのようになってて、上側にカラーコードがあります。はい、レゴマリオを持ってきましたので音声確認いきます。まずはこちらのクリボーからいきます。はい、クリボーはこのような音が出ます。音声はスターターセットに入ってくるクリボーと一緒です。では次はノコノコいきます。あー、なるほどなるほど。一回甲羅にしてそっから踏んづけてるってことですね。ではもう一回それっぽくやってみます。では次はこちらのタイマーブロックいきます。あれ音出ない。あ、わかったぞ。これは土管があって真の効果を発揮するそうです。ではいきます。おお、プラス30秒延長されました。もう一回踏むと、あ、もうこれは一回踏んだらもう終わりです。はい、では次はこちらのパックンのシーソーチャレンジ、これの音声を確認したいと思います。どんな音が鳴るんだろう。ではいきます。おお、これはマリオ3のブンブン戦の BGM です。ここからこんな感じでシーソーのように遊びます。おお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 。今までが初代マリオのトリルの BGM だったんで、やっぱ新しいっすね、これ。そして、あのシーソーアクションめちゃめちゃ面白いです。はい、スターターセットに入ってくる土管とゴールフラグを持ってきましたので、今から遊んでいきます。あー、飛んでっちゃった。よし。おー、こんな感じなんだ。僕個人的にパックンのシーソーアクション結構好きかな。はい、同じ砂漠がモチーフの3本の砂漠チャレンジと一緒に並べるとこんな感じです。あー、もうこれ統一感があってもうすごいっすね。では今から実際にこのコースで遊びます。
どうぞどうぞ。うわ、めっちゃ当たってんね、こりゃ。あ、いいですね、いいですね、いいですね。あ、やばい、時間がない。あー、いいな。延長ウェーイ、行きます。へへへへ、じゃあじゃあマリオタイム。いや、やっぱレゴマリオめちゃくちゃ面白いです。はい、レゴスーパーマリオパックンフラワーのバランスチャレンジはこんな感じです。はい、ということでレゴスーパーマリオパックンのバランスチャレンジを組み立ててレビューしてみました。個人的に今まで作った拡張コースの中でめちゃくちゃ面白かったです。個人的にこのシーソーアクションがすごい楽しかったり、あとはこちらのタイムブロックがありますので、60秒じゃ遊び足りないっていう人はこちらを購入することを非常にお勧めします。これ踏んだら30秒増えるんですけど、もしかしたら今後1分増えるやつも出るのかな。まだ買っていないレゴスーパーマリオもありますので、新しいギミックやブロックがすごい楽しみです。多分この動画撮影してる頃にもうそろそろ新しいレゴスーパーマリオ出るんじゃないかなって思うんですけど、個人的には雪のコースと山のコースと雲のコース、これが出てほしいです。レゴスーパーマリオはいっぱい発売されていますので、個人的に気になったものがあればまた買ってレビューしたいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。